はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。今回はですね、ファミスタークライマックスドリームペナントの2周目、その中で、ペナントレース自体はですね、実は裏で、コツコツ進めて優勝をしていて、1つ前、前回ですね、ドリームファイナルの1戦目お届けしました。その中ではなんとかコールド勝ちを収めて、今ちょうど画面の方にドリームファイナル、ワンダーの方にあと1勝と出てますが、先に2勝先取した方がドリームファイナル制しますので、前回勝ったワンダーの方はあと1勝という表示になっています。では今回は2戦目プレイしていきましょう。まず今日の2戦目の先発を誰にするかっていうところがちょっと悩ましいところなんですよね。前回はですね、僕のこのワンダーチームのエース今村を投入して、無事に選手することができたんですが、今回は菊池か。このまま菊池でいいかな。杉内にスイッチという、変更という手もありますが、ここは菊池にしましょう。1戦目同様、先行逃げ切り。今回はワンダーチームが後攻ですね。バンダイナムコスターズが先の攻撃です。先行、ナイスプレー。まずは1番ひかりちゃんを切って取れましたけど、どうだ、これは抜かれるね。セカンドまで行かれるか、大丈夫だね。よし、熊友にレフトオーバーのヒットを打たれましたけど、シングルで抑えることができたんで、よしとしましょう。で、怖い怖い三島、この三島をきっちり押さえておかないと危ないんだよな。三島に関しては一発があるんでね。これは切れてくれ。フェンス直撃。あわやホームランかという大きな当たりでしたけど、最後はフォークボールで空振り三振。で、ベルベットもね、結構注意なんですが、高く上がりすぎてるな。レフトから落下点に入ってスリーアウト。で、ワンダーチームの攻撃です。1番の荻野は初球を打ってセカンドライナー、2番荒木は初球を打ってファール、2球目これは抜ける。よし。ちなみにこのエスコン、相手の先発投手エスコンですが、決め球バレルロール、謎の決め球持ってるな。岡島はうまく合わせてくれた。強振でしたが、うまく合わせて、まずは先制点。で、4番メヒアですが、ここは強振でいきましょう。一発が欲しい場面です。ここはセカンドが飛びついてきっちりさばかれてしまいましたね。ただランナーは三塁に進んでるので、シングルヒットでも帰ってこれるかな。ここは当たりが良すぎましたね。5番堂上の当たりはライトライナー、これでスリーアウトです。さあ、2回の表、ナムコスターズの方は5番レオンからですが、まずレオンは打ち取りました。レオンはね、そこまで怖いバッターではないんですよね。どっちかっていうと、このドリスピをランナーに出す方が怖い。にゃー、だ、抜かれてしまいましたね。この平四郎もね、パワー A で、1戦目ではホームランを打たれてしまったんで、結構ね、トラウマというか、注意をしなきゃいけないバッターかなっていう印象はあるんですが、ドンちゃんをサードファールフライに打ち取ってスリーアウト。この回先頭打者吉川は一塁線を破るツーベース。三塁までいけるか？いけないな。で、山本ですね。よし、山本の当たりはボテボテだけど、ボテボテが功を奏した。ファミスタヒットだな、これ。ファミスタヒット。ファミスタならではのヒットですね。
で、小林。これはピッチャーフライかな。で、菊池ですが、まあもちろんね、まだまだ序盤なので、代打を送るわけにもいかないので、このままヒッティングで、これがうまく進塁打になったので、荻野が打ってくれればっていうところですが、荻野は1打席目に続いて、セカンドライナーですね。では、3回の菊池のピッチングです。ここはエスコンをサードゴロに打ち取って、1番の宮本ひかり。足が速いひかりちゃんですが、ここはセーフティーバントを試みてきたものの、菊池がうまくさばいて、ツーアウト。熊友のあたりはバックネットを越えていきます。最後は、サードファールフライに打ち取って、この回も無難に切り抜けましたね。ワンダーチームの方は2番、荒木からの好打順。荒木が出てくれると追加点のチャンスなんですけどね。荒木はピッチャーフライで、岡島メヒアに関してはもうホームラン狙いの強振でぶん回していきましょう。ここはファールで強振を使っちゃってるな。ちょっともったいないけど、強振を多用した甲斐あり、ツーベースですね。ワンアウトランナー二塁で、足の速い岡島なのでメヒアがヒットさえ打ってくれれば、ここは打ち取られるかなと思って、岡島は進塁しませんでしたが、エラーしてくれたおかげでメヒア自体は一塁に出塁することができたものの、岡島が進塁できませんでしたね。際どい、どうだ、これは切れていきますね。吉川の大飛球は切れていきます。で、追い込まれて、これは抜ける、抜けるね。よし、吉川がタイムリーツーベース、3点リードに変わりました。山本の当たりはショートフライ。さあ、ここまでで3点リード。しかも菊池はまだまだ余裕があるかな、そのスタミナっていう面ではね。怖い三島は空振り三振。このクリーンナップをね、きっちり3人で抑えられれば、だいぶ波に乗ってきそうな、そんな菊池の回答ぶりですけどね、ここまで。ここはベルベット出したくないんで、落ちるボールで空振り三振。どうですか、ここまで。だいぶいい感じで来てるけど、レオンの当たりは、一塁間に合いましたね。スリーアウト。で、小林からの4回の攻撃。これは落ちないね。センター落下点に入ってます。菊池はまだ続投させたいので、このままバッターボックスに向かせましょうと言ってたら、バレルロールが来た。このバレルロール、マジで打てる気しないな。いやー、この背中からデッドボール当てられてもね、バレルロールに関しては。にゃー、これはゲッツーになるか。大丈夫だな。荻野の足の速さに助けられた形かな。いや、バレルロール打てないわ、これは。もしバレルロール打ちに行くんだったら、バッターボックスのね、後ろ側に立っておかないと、あんだけカーブがきついと、ちょっと打てないですよね。さあ、岡島が、これはタイムリースリーベースになるぞ。よし、5点目が入りましたね。いやー、もうこの回で決めたいわ。まあ、でもそうはいかずに、メヒアはセカンドゴロでスリーアウト。できれば菊池に関してはあと1回、最低でもあと1回できればね、
7回ぐらいまで投げてもらいたい。で、菊池に関して言うとね、速球もちょうど今画面の下の方に出てますけど、158キロ投げられますからね。こんだけ速球が速いと多少安心して見てられるかなっていうところはありますよね。速球が遅いとね、ちょっと持ってかれんじゃないかっていう不安がありますけどね。ここはドンちゃんにも打たれて2者連続ヒットでピンチを迎えていますが、ここで釣りスピにバッターが変わってます。代打ですね。これはあえて落として、ちょっと意図したプレーができなかったな。三塁に投げて二塁に投げるっていうことをね、したかったんだけど、そういう策を浪するとこういうことになるんだよな。インフィールドフライっていう概念がこのファミスタにはないんで、さっき何がしたかったかっていうと、あえてフライを取らずに三塁に投げて二塁に投げるっていうゲッツーを狙いに行ったんですが、ちょっと操作をミスってしまって二塁に投げてしまったんで、その目算が崩れたっていうね、形ですね。まあ、結果3点失ってしまいましたね。一気に点差が縮まってしまったんで、追加点を取りに行きましょう。またスイートに変わってるのは、パワースライダーってまだ見たことないかな、ボールとしては。どんなスライダーなのかちょっと全く名前から想像がつかないですけどね。パワースライダーって言われても、これは入るか入らないか。どの上の当たりはいい当たりでしたけどね。今のはちなみにミートバッティングです。強振ではなかったんで、強振で今の当たりだったらもしかしたらスタンドに入ってたかなっていうね、それくらいの会心の当たりでしたね。さあ、ここはゲッツーはやめてほしいな。山本は、オールセーフ。このフィルダースチョイスは助かるわ。で、ピッチャーが変わるかな。もうドリフト持ちのリッチに変わりましたね。で、小林はこのあと菊池を続投させるかどうかっていう判断をするためにも、なんとか打ってほしかったんだけどな。ここはちょっと菊池はスイッチせざる、いやー、菊池はそのまま出そう。もう一回は投げてもらわないと、病井がへばってるんで。ここはゲッツーになるな。大丈夫か。よし、ゲッツーにならなかっただけよしとしよう。で、抜けるだー。一塁ランナーがちょっと見ちゃいましたね。今のはツーアウトだったんで、打ったと同時に全ランナー進塁させるべき、進塁するべきところだったんですけどね。よし、先頭打者レオンを空振り三振で、菊池6回の表順調なピッチングですね。ここまで。で、ドリスピはレフトラ、ライトライナーに打ち取って、この回荒木の、荒木からの攻撃ですね。ここは抜ける？抜けないな。一塁もアウト。で、岡島ね、今日岡島かなり打ってますね。ここもうまく打ってくれた。で、4番のメヒア、これは打てない、これは打てないよ。リッジの今のドリフトは打てない。ドリフトに目がくらんでしまって空振り三振。で、先ほどいい当たりを飛ばしたどの上は、これはうまく流し打ちしましたけどね。ファールになって、最後は
ライナーでチェンジですね。で菊池はこの回投げ切るのは難しいかな。スタミナが1ミリ残ってるんでもう1球投げさせましょう。一塁線を三塁線か三塁線を抜かれてしまいましたね。じゃあ菊池はここ、いやまだ1ミリ残ってる。さっきのは2ミリだったんだな体力ゲージは。一塁はセーフか。惜しいな。お菊池まだ1ミリ残ってる。ただここで完全にスタミナが切れたんで投手を変えましょう。西村出すには早いので、まあ小川だな。大丈夫か。1点差まで詰め寄られたか。しかもここで三島か。いやー怖いバッターだな。ここはちょっと落ちるボールで最悪フォアボールでもいいっていうね、そういう投球でいきましょう。なあ抜かれた。恐れてたボールを打たれてしまったな。落ちきらなかったんですかねボールが。お、ただ三島のところにダイソーが出てますね。これで怖い3番三島がいなくなっただけよしとするか。さあ同点に追いつかれてしまった7回の裏の攻撃。まずは先頭打者の吉川が、これはツーベースになるね。タイクラが出てきてますが、このダブルペダルシステム、これちょっとまだ見たことないボールですよね。ダブルペダルシステム、これも落ちるぞ。よしノーアウトランナー三塁一塁で小林、ここはヒッティングだな。スクイーズよりかはヒッティング。これかダブルペダルシステム、打てないね。よっしゃー勝ち越し、これ大きいな。8回9回残してますが、ここは代打を送りましょう。代打は大島、一発狙いの大島だ。強振しましたが空振り。ダブルペダルシステムは見逃しましょう。これは打ち上げてセカンドフライ。1番に戻って荻野ですね。いやーピッチャーライナーかー。これで1塁戻れず。西村は出しましょう。もうここは西村だ。まずは先頭打者レオンをショートライナーに打ち取ってドリスピ。ドリスピは絶対出したくないんで、追い込んだらフォーク、これで空振り三振で一発のある平四郎ですが、これはセッターフライに打ち取って三者凡退に抑えましたね。さあ勝利まであと1回抑えれば念願のドリームファイナルを制せるんですが、ちょっと1点だとやっぱり怖いんでね、この回できればもう1点2点欲しい。今日は岡島が5本目のヒットだな。大当たりしてるな。でメヒアだ。どうだこのメヒアの当たり、大きいぞ。よし、いやー欲しい時に打ってくれるなメヒアは、ありがたい。ただここで攻撃の手を緩めずに振っていきましょう。ダブルペダルシステムは打てないね。吉川の当たりは三塁線を抜いてツーベースになるかな。
山本の当たりはピッチャーライナーで、さあ最後9回です。もうね、西村にこの2周目のペナントもだいぶ支えられたんですよ。実はもう勝ちゲームのセーブがつく場面ではほとんど西村が登板したと言ってもいいと思うんですけどね、まあ、その西村がここも締めてもらいましょう。ピッチャーの大倉がそのままバッターボックスに立ってましたけど、ナムコスターズの方ももう選手がいないのかな。さあ2エンド2、最後の1球になるか。フォークで空振り三振。いやー、2周目にしてドリームペナント、さらにはドリームファイナル制することができたな。じゃあちょっと結果を見ていきましょうか。ファイナルステージ優勝ということですね。で、ファミダスポイントも2100ポイントもらったな。3万6000までいきましたね。で、レベルとしてはですね、岡島がレベル8まで上がってるんですね。あと小林もレベル8まで上がってます。で、特筆すべきがこの西村、レベル9まで上がってるんですよね。で、チームポイントもさらに上がって860まで来たか。で、ファミダスポイント100もらい、3万7000ファミダスポイントになったかな。2周目終わって、はい、ということでひとみちゃんから見事リーグ戦とドリームファイナルのダブル優勝で今シーズンを終えることができましたということで報告を受けています。いやー、ドリームファイナルも優勝したし、どうだ、首位打者最多安打、最多打点、最多盗塁、最優秀防御率に今村、最多奪三振に今村、最多セーブに西村、最優秀勝率に菊池、最多勝利高い。完璧だな。ことごとくタイトル取りましたね。ホームランだけね、ちょっとね、少ないんで、取れませんでしたけど。さあ、では次のシーズンへ向かいましょう。で、1周目プレイした最後の方にお伝えしていた通りですね、2周目3周目に関しての普通のペナントレースに関してはですね、まあ裏でというかこそこそプレーの方はやっておきたいなというふうに思っていますので、4周目になったらまた皆さんとね一緒にプレーの方はしていきたいなというふうに思っています。というわけで今から3週目また裏でこそこそプレーの方していきたいと思いますので、また3週目のドリームファイナルでお会いしたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。